人間は時間を守る生き物。しかしそれって窮屈ですよね。ではもし時間に縛られる毎日から逃れられたら、朝も起きなくていい、友達との約束も守らなくていい、何もかも自由、ただ思いもよらない恐怖が待っているか、どうしますか。次回デジモンゴーストゲーム、ねじれた時。